際があったら嫌じゃないですか。だから連なわけ。これ連ってなんだって、もちろんこんなの主に書いてありませんよ。いや連っていうのはなんか普通連想するのはランでしょ。子供一人だとどうしてます？それはボーンとしてゲームでもやってるんですよ。子供に2人3人4人で集まったと思います。キャ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 やつですね、走り出すじゃないですか。だからチュードレーンって言ったら子供が集まって走ってるっていう風な状況ですね。チュードレーンって言ったらね、おそらくそうなんだと思います。でチャイルズって言ったら死体が来てますということですね。そうしますと同じようなことは他にもあってですよ。フォーってこれ足っていう風な意味ですよ。このさっきやりましたけど、足のこの踏むところね、足首から下のところをフットっていうわけ。フットの複数形は何です？フィートね、フィート、そうなんです。 F-E-E-T と書いてフィート、これが複数形です。つまり1、フット2フィートというわけですよ。2フィート、3フィートずっと増えていくわけ。これどういう意味ですか？足1個、足2個って普通数えます？そんなこと普通数える必要ないじゃないですか。つまりこれどういう意味かというと、フィートっていうのは足1個っていうことなんですけど、これなんでフットっていうのかなっていうと、これおそらく人踏みだという意味だから、ワンフットっていうふうに言うんだろうと。そうすると2フットちょっと言わずに2フィートって言ったら、これ二踏みっていうふうな意味ですよね。だから1と1踏み分、2踏み分、3踏み分、4踏み分、100踏み分でやると、これ長さの単位になるわけですよ。だから1歩分、2歩分、3歩分って。で1歩分をまあ大体30センチと数えるんですね。1フィートって30センチなんですよ。日本語でフィートって言うんですけど、1フィートって本当におかしいんですよ。1フットなんですね。1フットは30センチで、2フィートは 30×2 で60センチと言うんですよ。だから1フット、2フィート、3フィート、4フィートってなるから、これは積み重ならないのね、離れてるんですよ。だからフットじゃなくてフィートっていうこと、わかります？フットだったらズンでしょ。フィーって言ったら伸びるじゃないですか。フィーイーって、文字もイーの文字でしょ。ギュー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 。フットだったらフット、フィーイーってだと伸びる。だからこれはスーッと伸びていく状態を表す複数形だというふうなことですね。じゃあ sheep の複数形って知ってます？ sheep って何か知ってる？ sheep って何か知ってる？ sheep って何？羊ですよね。羊って何か使います？言葉、羊って言葉、生きてて、まあ、私たち牧場の近くに住んでるわけじゃないから、今日ご羊見たよとかって言いませんけど、寝るとき使うでしょ。眠れないときに1匹の羊、2匹の羊って数える。やったことあります？やったことありますね。なんか子供の頃聞いてね、羊って数えるとよく眠れるとかってね、やってみたら寝てた。特に効き目なかったですよね。なんで効き目ないんですか？数えてるから数えてると頭作っちゃうもんね。そうだけど、羊って数えると眠くなるんですって。それはなぜかというと英語だからなんですよ。だって1匹の羊、2匹の羊したら1匹の羊って口めっちゃ動かすでしょ。ところが英語だったら簡単なんですよ。ワン、ツー、シープス、ツリー、シープス。だから深呼吸できるわけ。ワン、ツー、シュー、ツリー、シュー。だんだん眠くなるでしょ。だから一匹の羊って日本語で数えたら全然意味ないわけ。英語で数えたらめっちゃ意味があって眠くなるっていうのは分かりますけど、けど今私わざと間違ったんですよ。ワンシープ、ツーシープス、スリーシープスってやったらプスプスプスってですね、あ、なんか息が、唾が飛んできたらしいですけど、プスプスプスって言ってですね、目覚めるでしょ。ワン、ツーシープス、スリーシープスプスって言わないんです。実はシープの複数形はシープなんですよ。ワンシープ、ツーシープ、スリーシープって数えるんです。なぜです？
羊も積み重ならない、積み重ならないからですよ。羊っていうのはあれ群れなすことなんですね。群れなすんですけど、あれ見たことあります、羊の群れがバーッと動くとですね、ガチャガチャってぶつかり合ってね、なんか喧嘩しながら走ったりしないですよ。まるで水が流れるようにスーッと流れるんです。だから羊さんっていうのはふわふわしてるせいもあるんでしょうけど、非常に穏やかな生き物で周りと喧嘩しないんですね。でも、まあ、ぶつかったりしないんです、まあ、ぶつかっても痛くないかもしれないですけど、毛が生えてるから。つまり穏やかに動くんですよ、さーっと。だからワンブックス、あ違う、ワンブック、ツーブックスみたいなグサッと音がしないのね。だから羊の複数形は S なしなんです。これは他の群れをなす動物もみんな一緒で、ディア、鹿もそうなんです。鹿も群れをなしてさーって森の中走り抜ける。それもなんとなくディズニーの映画なんかで見たことあるでしょ。あれさーってね、あれもぶつからないんで、ディアの複数形はディアーズじゃなくてディアーなんです。魚もそうなんです。魚も海の中で群れぶつからないでしょ。あれ魚もトゥーフィッシュズじゃなくてトゥーフィッシュなんです。フィッシュだからぶつからないやつは全部 S なしです。まあそういうこともまあありますんで、だからここら辺で物質名詞と一緒なのね。水ってぶつからないじゃないですか。水は何分水があってもウォーターズってならないと一緒で、羊とか鹿とかそういうやつ、魚もザーッとこう動くというふうなことですね。だから複数形っていうのは子供が走るとかね、足が伸びるとかね、羊がぶつからないみたいな形でいろいろまああります。とまあ私たちはまあ中学生の頃に複数形っていうのは S つけるんだと無理やり覚えさせられましたけど、まあそれ S つけない場合もたくさんあって、まあそれもただ不規則だというんじゃなくて、なんかそれなりの意味があるんだということをまあ把握していただけたらと思います。で何やってたのかというと、さっきのチーズって言った時のこれも複数形の印だということですね。これはーっと伸ばす、チーズ、ローズというふうなことです。で that と送るわけですよ。だから that というのはつまり that ってやるってことですね。 that とね、なんか気持ちで that とやるっていうことで、 the の反対語が a でしょ。ここの a ホワイトフラッシュのところに a がありますよね。これ a 必要ですか。なんか白い光がピカッと光ったなら別にこれ数えなくてもいいでしょ。1個の光だとかって言わなくてもいいですよね。だからあって何かなって感じがするんですけど、例えばですよ、こういう文章って見たことあります。This is a pen. This is a pencil. This is a pen. 見たことあります。使ったことあります。This is a pen. This is a pen. 皆さんこれ This is a pen. やったことあります。なんかこれ使わない言葉ですよね。けどこれって皆さんの中学1年の教科書に出てきました。出てきました。出てきた。覚えてる。なんかやりました。なんかやった。 This is a pen っていう文章でした。そんな感じですね。最近ないって言ってるんですけど、どこの昔の人ですか。あの一番最教科書の一番最初に出てきたかな。英語の一番最初の教科書って何出てきます今。何 Hello。 なんか今そっちの方が声聞こえてるんだけど言ってないですか。あの Hello とかね、 Nice to meet you とかね、最初割とね Good morning とかね、挨拶言葉が最初に書いてる場合がさ最近多いです。最近というかもうずっと最近そうらしいですよ。ところがですね、私よりももっと、私の頃もそうだったんですけど、私よりもっと前の、昭和初期とかの教科書はですね、This is a pen とかってこう、多かったらしいです。ね、なんでかっていうとですね、This is a pen って言ったら、これ This is a blackboard とか This is a window とか言ってですね、英語の単語を教えるのに先生便利だったんですよ。これは
窓ですって言ってんじゃなくて This is a window、 これは窓という名前ですってことなんです。窓と This is a window、 これは窓というんですというふうなんですね。 This is a window、 で This is a book、 This is a pencil ってこうやったし、それに This is a って言ったら主語動詞なにほぼっていう形で文法的にも分かりやすいじゃないですか。だから、主語動詞だっていうのを教えるのも便利だから This is a pen っていう言葉を昔の子供は教わったわけ。ところがですね、これすごく問題になってですね、その教室の中では This is a box とか This is a camera とかね、This is a chair ってこう使うけど、普通世の中で This is a なんとかって使わないんですよ。いちいち This is a table とかって人に言う人ないじゃないですか。だからこの言葉は使わない。にもかかわらず日本が戦争に負けたでしょ。日本が戦争に負けて今まで見たことのない外人さんが日本にいっぱい来たと。そしてまあ子供たちって無邪気だから外人さんが来るとうわー外人さん黒人さん白人さんってわーって寄ってくるじゃないですか。この時に日本人の子供がですね This is a pen! This is a book! ってやったんですって。これは恥ずかしいと思ったらしいんですよ、日本の英語の先生が。だって This is a book ってこれおかしいでしょ。つまり何でおかしいのかというと、言葉というのは未知の情報を相手に伝達するために存在してるでしょ。だから、This is a microphone ってこれ見たらわかるでしょ皆さん。で、わかることを改めて言ったならば、お前これマイクってわからへんのかって相手に喧嘩売ってる意味かこっちが頭おかしいかってことになるわけですよ。だからまあ、もちろん喧嘩、子供がアメリカの軍人に喧嘩を売ってるわけじゃないですから、日本の子供みんな頭おかしいって言われたらちょっと、まあ、恥ずかしいなっていうわけで、そうじゃなくて戦後はですね This is a pen っていうのを子供にあんまり教えないで、普通の挨拶言葉を教えましょうみたいな話に今なったらしいです。だから This is a pen っていう言葉はこのように実はあんまり存在しないんですよね。もしこの This is a pen が存在するとしたらどういう場面ですか。存在させてください。皆さん芸大の学生さんだから想像力あるでしょう。かなり特殊な場合じゃないとそういうことが存在しますよね、うん、つまりペンじゃないものがペンな時ですよペンじゃないものがペンな時、つまりまあ、これマイクロフォンじゃないですか、マイクじゃないですか。皆さんこれ知らないと思いますけど、これ教室用マイクロフォンなんですよ。教室用マイクロフォンっていうのはハンコであるでしょ。このハンコ書きながら、あ違う、ペンであるでしょ。ペンで書きながら後ろにハンコついてるやつ、奥ペタッ、ペタッとこう便利なやつね、まあ、最近見かけないような気もするけど、ペンハンコっていうのあったじゃないですか、まあ、これは普通の場所にはないでしょ。そんな毎日毎日ハンコを押すような仕事してないからね。ハンコがあったら顔についた人邪魔じゃないですか。だから特殊な場合しか使わないですよね。だからその場合これペンに見えるけどこれハンコなんですみたいなね、まあそういうことができるじゃないですか。でこれは教室用マイクロフォンで、実はこれ赤ボールペンがついてるんですよ。ほらね、だからこれ、まあ、めんどくさい赤い窓がつけられるんです。だからいちいちこの何かちょっとやるときにこう教室にペペってやってこうやるんです。これ、ね、後ろの方の人よく見えないかもしれないですけど、ここ赤ボールペンですよ。見えてます？見えてない？目悪いの、そんな近いのって言ってまだ嘘ですよ嘘だけど、もしそういうことがあったならば、これは This is a pen って言えるわけですよ。 This is a pen、 これ実は赤ボールペンですよ。マイクロフォンに見える。皆さん見たことないでしょ。これはね、ないです。教師やってる人しか知らないんですよ。それもね、マイクロフォン使うような教室でしか知らない。だから普通の中学校や高校の先生ってマイクロフォン使わないでしょ。知らないでしょ。知ってんのは私とか予備校の先生とか、そんくらいだけなんですよ。すっごいでしょ。私マイクボールペンで、使ったことあるの、めっちゃ珍しい、と軽な人間なんですよって、なんかそんなしょうもないことで自慢してもしょうがないですけど、こういうことを言いたいときに This is a pen って言えるわけです。で、この This is a pen という言葉のここに単語いくつあります。 This is a pen 丸だから1、2、3、4、5、まあ、丸も数えると5個の単語が存在しますね。
この5個の単語の中で一番大事な単語はどれです？ This、 これですか？ Is、 実は、 Are、 一つの Pen、 Pen、 丸ですよ。どれですかね？これ1個だけ使うとしたらどれ使います？ Pen、 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 This、 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 Is、 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 どれですかね？これペンですよね。いや本当ですか？これ実はこれペンっていうのが重要じゃないですよ。ペンじゃなくて、これはマイクの方には見えるんだけれど、私長年これ使ってたけど、ここにマイクがペンが仕込んであるの気がつかなかった。うわペンだってみんなも知らなかったでしょ。あペンなんですよっていうことが言いたいわけね。だからペンだということが重要なんじゃなくて、長年触ってたけど気がつかなかった、あるいは皆さん全然知らないでしょこのクソボケと時に使う言葉ですから、これ重要なのはあなんです。実はこれはなんとペンなんです。だからあって一つって言うんでしょ。これはなんかいろんなものに見えるけど、実は気持ちがパッと集中して一つのペンなんです。これはまさに一つのペンなんです。これはなんとペンなんですってですね、ここがですね重要なんですよ。そんな感じするでしょ。これ見て、ってやったらみんなが寄ってくるじゃないですか。先生これ何ですか、もう出っ張ってんの。ペン、すごいですね、こんなもの存在するんですかってみんなでこう感動を共有できますよね。しょうもない感動ですけど、つまりという驚きが必要なんですよ。でここにですね、例えばザーナがいたらどうですか。これはそのペンですよそのペンですよ、さあ例のあのマイクに入ったペンですねって話で全然感動がしないじゃないですか。ザーは感動しないんです。アーは感動するんです。なるほどですね。だからアーっていうあの言葉があったらですね、これ感動なんですよそういう感動の場合が非常に多い。そうするとここそうでしょ。 Something touched across the road、 何者かが道路を横切った。何者かって言ってるんだから、視界 の、 あの脇の方を通ってて、この人車ガーッと運転してる前見てるわけでしょ。視界の脇の方を見る余裕ないじゃないですか。そうすると脇の方で何かが来たんです。何かが来て、うわーっと来て、ホワイトフラッシュってなったんですよ。何か白いヒラヒラしたものがあって、こう来て。だからこのっていうのはエドリーの驚きを表現してですね、っていうね。だからこれっていう単語だけど、っていう声でもあるというふうに思うんです。これっていう声はこれ一種の擬音語じゃないですか。驚きっつってね。で、across the road って、 the っていうのはそこっていうことですからね。突っ込んでいくその道ということ。さてと、あとは his っていう言葉が残ってますね。これはまあ簡単ですね。 he にイズだってことですね。イズの、 あの B 動詞のイズじゃなくて、彼のところにスッと入り込んでる。 He is 彼のと。だから He is、 これもなんか代名詞だけどちょっと擬音もね、彼にスッと入ってるんです。 He is。 そして最後に残ったのが Something ですね。 Something っていうのはこういうやつですよね。これ何回も言ってますけど、これ実はこの段落のつかみの言葉でしょ。サムシングというのはつかみの言葉なんですよ。つかみの言葉というのは迫力のある言葉なんです。サムシングって迫力のある言葉ですか。何者か何者かって実は恐ろしいの分かりますね。なんか得体の知れないものですよ。だから皆さんがお仕事か飲み会かなんかに行って、夜の11時半にですね、駅から家に帰ってくるじゃないですか。駅から家まで500メーターあると結構距離があるんですよ。もう夜遅いから周りにあまり人がいない。後ろの方でガサガサって、なんかちょっとなんか怖くて振り返られない。ガサ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 、めっちゃ怖いじゃないですか。これが何者かという状態ですよ。で、あーって見たら、あ、なんかワンちゃんがいたんです。あ、ワンちゃんかと思ったらですね、怖くないじゃないですか。つまり人間は得体が知れない状態がすごく怖いというのが分かりますね。だから something というのはこれだけでこの恐怖の表現だということが分かります。で、some というのは恐怖ですか。
例えばですよ、I want money って言ったら私お金が欲しいって言うんですね。I want money、 お金って欲しいな、俺金持ちになりたいなってことです。ところがですね、 I want some money って言ったということ、 that お父さん、まあお母さん、 I want some money って娘さんが寄ってきたとするじゃないですか。これめっちゃお父さん嫌なの分かります。お父さんお金欲しい、お金欲しい、お金欲しいって言うんじゃなくて、お父さんちょっとお金欲しいんやけどほんまにちょっとかお前って感じてきません？だってほんまにちょっとだったらわざわざお父さんのところに来ないでしょ。お母さんちょっと小遣い今月の正体って言うわけでしょ。でお父さんちょっとお金欲しいんですよって言ったら、お父さんピクピクピクってなるでしょ。何やったのお前、それは最近自転車ガーッと飛ばしてるな、それは向こうのなんかちょっとごっついなんかの家になんか背中に印のありそうなうちので高級車いつも出っ張って止まってるな、あそこいつもヒヤヒヤヒヤしとったんだけど自転車でガリってやってないって思いか考えちゃうじゃないですか。それでガリって一旦やったらどうなります？何百万円か知らないし、自分の家屋敷売って弁償しなくちゃいけないから、もしかしたらそういう可能性が出てくるでしょ。そういう時にお父さんちょっとお金欲しいんだけどって子供が言う可能性ありますよね。だからちょっとっていうのは実は具体的な金額がその中に存在してるんですよ。10万円とか100万円とか5000円とか。ただ金欲しいっつったら具体的じゃないから、ああ金欲しいね、そんな働きやって言えばいいんですけど、ちょっとお金欲しいっつったらちょっとじゃなくて、実はずしんとくるような具体的なお金なんですよ、ちょっとっていう言葉の中でね。これサムってそういうことですよ。サムですよ。サムって別カムに似てるでしょ。カムってくるってことですよ。カム、カムがもっとずしんとくるわけ。サムとずしんとくるやつって言うんですよね。ずしんとくるで、この TH はさっきも言ったようにこう書き分けてくるようなググって感じでしょ。これイングっていうのは深呼吸のイングでしょ。中でグーって入ってくるんです。ずしん、かき分け、ググググググ、これまさにゾンビかなんかの映画でしょ。そんなゾンビっていうか、なんかエイリアンの映画でしょ。エイリアンが暗闇の中、ググググググ、ビターみたいなね、まあそんな風に人間に襲いかかってくるじゃないですか。これがサムセングって、サムセングみたいなね。まさにこれ、そういう状態ですね。さっき車説明したじゃないですか。メドリーが必死になって車の中、車運転してるんです。もう車が事故起こしたらまずいから目の前しか見てないんで、その時にこっちからズズズガーンってこう来たわけ。それがサムスインダッシュってこう来たわけ。サムスインダッシュアクロスザロード、あっホワイトフラッシュインヒズヘッドライツってなってるわけです。これね、これめっちゃつかみなんですよ。はい、全部説明が終わりました。何が達成されたか分かります？ここにある単語がもし全部擬音語だと、擬態語だとすると、日本語を一切使わずにこの文章が理解できるってことですよ。サムシングって何者かって翻訳する必要がないわけ。サムシングなんです。ずしんときてグッとくるやつ。そしてダーッときてですね、アクロスゴソッときてですね、ザーッこの目の前にあるロード混んでるところ、走ってるところを行くと、あーっとなって、ホワイトって水しぶきバラッと飛ばして、ふわーしてふわっとなって、ビーンって突っ込んできて、ヒーズ、彼のところにヘッドライツ、ビシッとした光の中に入り込んできたと。いうわけですから、これ日本語全く使わずにですね、Something dashed across the road, a white flash in his headlights って言うだけで、この分分かるでしょ。まあ分かってください。これって英語の勉強の割と理想的な境地だと分かりますね。つまり英語を勉強してて、英語を聞いた時にすぐ日本語に翻訳してたら頭が混乱するでしょ。めっちゃ疲れるじゃないですか。ところが英語聞いたらそのまま英語が分かったらめっちゃ英語分かってることになるじゃないですか。でそんなに論理使わへんから余裕ができるでしょ。英語の世界で生きていくのが上手になりますよね。つまり私たちは英語の音とか勢いとか、まあそういったものの中にこう入り込むことによって、日本語を全く使わずに英語を理解する可能性があるということですよ。まあ、それがまあ多分できるということを、まあ私が今無理やり証明してみたわけね、実証してみた。うん、あ疲れた。皆さんその境地を目指して頑張ってください。
じゃあちょっと10分休憩したいと思います。